シンガポールの歴史。本校では、シンガポールの歴史について記述する。シンガポールに関する歴史的な記述で最も古いものは3世紀の中国の文献におけるプルオチャンであるという。シュリービジャヤ王国の勢力化。その後7世紀頃には、巨村、テマセックとして知られ、複数の航路が合流するマレー半島の先端に位置するという地理的条件も加わり、 様々な国の船舶が寄港していたという、諸説あり。マジャパヒト王国の宮廷詩人であったプラパンチャが14世紀に書いた王朝映画物語に、マジャパヒト王国の副属国としてマセックの名は見られ、少なくとも14世紀まではこの名で呼称されていくことが伺える。また、同時期に書かれた中国の旅行家、王王淵による旅行記、遠い主役にも、 海賊を制御とする住民が住み、外国船も寄港していたことなどが記されている。その後、14世紀末には、サンスクリット語で、ライオンの街を意味するシンガプーラという名称が定着し、現在のシンガポールの由来となっている。なぜ名称の変更が発生したかについては、諸説あり、マジャパヒト王国の属国地の通称である説、シンガは、寄港を意味し、 単に気候地という一般名称であったとする説、シュリービジャヤ王国の王子が動物をライオンと見間違えてつけたとする説などがあるが、シンガポールではスマトラより来訪したサンニラ、歌間によって建設され、この名がつけられたとする説を通説としている。マジャパヒト王国で内戦、英語、ガオキ、パレンバンの王子が内戦を逃れるため、マレー半島を転々としていた。 パラメスワラがシンガプーラに逃れた時、アユタヤ王の女性であるシンガプーラ王を殺害した事件をきっかけに、シンガプーラを含めたマレー半島の覇権をめぐるマジャパヒト王国とシャムの間の争いが激化した。パレメスワラは1402年、マラッカ王国を建国し、シンガプーラをその支配下に収めた。マラッカ王国は1511年に、 ポルトガルの侵攻を受け滅防止が成立し、マラッカ王国の一部の商人や王族はシンガプーラへと移っていった。しかし、シンガプーラ自体も1513年にポルトガルの徹底的な侵略を受け、マラッカ王国からの移住者を含む現地住人の多くが虐殺され、町は壊滅状態となった。生き残ったマラッカ王国の王族はジョホール王国を建国した。 ポルトガルの侵略により壊滅しその後荒廃したシンガプーラはその後300年以上もの間歴史の表舞台から姿を消し再び漁民と海賊の住む錆びれたマングローブの生い茂る漁村となった1641年オランダとジョホール王国が協力してポルトガル領マラッカを攻撃しが成立しマラッカ海峡の高新量貿易はオランダが独占することになり ポルトガルの派遣は終わった。1819年1月、人口わずか150人程度のこの島に、イギリス東インド会社で初期間を務めていたイギリス人、トーマス・ラッフルズが上陸を果たす。ラッフルズは当時何もなかったシンガプーラの地理的重要性に着目し、1819年2月6日、 当時島を支配していたジョホール王国より商喚建設の許可を取り付けた。名称も英語風のシンガポールと改め都市化計画を推し進めた。1824年には植民地としてジョホール王国から正式に活譲がなされるとともにオランダもイギリスによる植民地支配を認めることになった。無関税の自由公正策を推し進めたこともあり、5年の 間にシンガポールの人口は1万人を突破し、急速に発展していった。すでに所持していた港町ペナント、1824年に新たに獲得したマラッカと共に、1826年にシンガポールはイギリスの海峡植民地に組み入れられ、1832年にその首都と定められた。イギリスによる植民地となった後は、 同じくイギリスの植民地であるインドやオーストラリア、中国大陸などとの間でのアヘンや茶などの東西交易、三角貿易の中継地点としての役割にとどまらず、背後に存在する同じくヨーロッパ諸国の植民地下にあったマレー半島のマラヤ連邦州などで産出された天然ゴムや鈴の積み出し港としても発展する。この時期に鈴鉱山、天然ゴムなどのプランテーションにおける 労労働働力、に役者、貿易省行政管理として、中国、主に福建省や広東省、長州、海南島などの中国南部、インド、主に南インドのタミル5県、現在のインドネシアなどから多くの移民がマレー半島、シンガポールへ渡来し、現在の多民族国家の起源となった。1869年スエズ運河が開通することに、連れて、 シンガポールはだんだん東アジアとヨーロッパの貿易通路の中傾向となった。この優れたチリー置はシンガポールに未曾有の繁栄をもたらした。1873年から1930年までの40年間にわたってシンガポールの貿易額は8倍も増えた。なお、1873年に日本の岩倉施設団がシンガポールに寄港しており、当時の様子が 米欧海乱実記に記されている。海峡植民地成長が郵便局業へ干渉したことに反発して1876年シンガポール華僑が暴動を起こしている。シンガポールを含むマレー半島ではイギリスの植民地支配下においてインドや中国からの労働力を背景に経済的には発展が進んだもののマレー人を中心とした在来住民や 移民労働者による自治が認められない、冷蔵状況が続いた。20世紀に入った後には、一部知識層の間において、独立の機運が高まることとなった。イギリス植民当局は、非常事態宣言を出し、繁栄活動家に対しては、徹底的に取り締まりや弾圧を行う。逮捕され裁判にかけられた労働組合や、学生指導者らの弁護を引き受けたのが、後の初代首相。 リークアンユーである。1947年7月、イギリス植民当局は立法会議選挙法令を交付。1948年3月20日、議席の一部を民選とするシンガポール初の選挙を実施し、20万人の国民がこの選挙に参加した。またイギリスはシンガポールを東南アジアにおける植民地拠点として15万人を超えるイギリス海軍。 および陸軍部隊を駐留させ要塞化していた。このため1941年12月8日に太平洋戦争が始まるとシンガポールのイギリス極東軍は山下智之中将が率いる日本陸軍による攻撃を受けた。この攻撃は1942年2月7日に開始され、同地を守るイギリス極東軍司令官の アーサー・パーシュバル中将が無条件降伏した2月15日に終わったシンガポールの戦い。その後は日本陸軍による軍勢が敷かれ、シンガポールは湘南島と改名された。軍政下の行政組織として湘南特別市が設置され、初代市長には日本人内務官僚の大立茂雄が任命された。その後日本から多くの官民が送られ、過酷な軍勢が敷かれた。 市内では憲兵隊が目を光らせ、ヨーロッパ系住民は収容され、インド系、マレー系住民のほか、家境も対面鉄道建設のために強制徴用された。また当時は日中戦争の最中でもあったため、中華系住民のゲリラや反乱を恐れた日本軍は、山下智之司令官名の布告を発行し、抗日独立運動家やその支援者と目された。 中国系住民を指定地へ合わさせ、氏名を英語で書いたものを知識人、高日といった基準で選別し、対象者をトラックで海岸などに輸送し殺害したシンガポール華僑粛清事件。この事件は戦後の1961年12月にイーストコーストの工事現場から発骨が発掘されたことにより、日本に決裁の償い、決裁は中国語で、 人民を殺害した罪、地の負債といった意味を求める集会が数万人の市民を集めて開かれる事態に発展し、1967年には決裁の党が完成した。犠牲者数は日本政府の調査では6000人、家京側では4万人であり、桜本富雄は10万人説を唱えている。畑区彦,彦は日本側では約5000人という説が多いとしている。 シンガポール側では、元雲菊里元南洋大学教授が作成した名簿では8600人余りとなっている。また、フランスのボルドー軍港にドイツ海軍との共同作戦基地を保持し、1943年3月にドイツ海軍との間で大型潜水艦の対応協定を結んだイタリア海軍が日本が占領下に置いたシンガポールに潜水艦の基地を 作る許可を取り付け、工作船と解剖艦を送り込んだ。しかし、同年9月に、イタリアが連合国に対して降伏したため、シンガポールに派遣されたイタリア海軍の潜水艦、コマンダンテ・カッペリーニと、ルイージ・トレッディが、大日本帝国海軍を経由して、ドイツ海軍に接収された。さらに1945年5月に、ドイツが降伏した後は大日本帝国海軍に、 接収され、以後第503潜水艦、以後第504潜水艦として終戦を迎えている。1945年8月に日本の敗戦により第二次世界大戦が終結し、日本軍が撤退したものの、日本と入れ替わり戻ってきたイギリスによる植民地支配は継続することとなり、長年の念願であった独立への道は再び閉ざされてしまうこととなった。 しかし、長年マレー半島において、搾取を行った、創始国のイギリスに対する地元住民の反感は、強く、その後も独立運動が続くことになった。また、第二次世界大戦によって、大きなダメージを受けたイギリスには、本国から遠く離れたマレー半島における、独立運動を抑え込む余力はもう残っていない上、 諸外国からの植民地支配に対する反感も強く、いよいよ植民地支配を放棄せざるを得ない状況に追い込まれた。1955年、リンデル委員会のシンガポール自治についての勧告に、基づいて、立法議会25議席の選挙が行われ、10議席を取った、労働戦線のデビット・マーシャルが、シンガポール連盟党と連立し、主席大臣に就任する。 1956年、ロンドンにお向き自治権獲得の交渉し、部長に終わるが、1958年には、外交と国防を除く、自治権は与えられる。その結果、1957年に、マラヤ連邦、パーシュ・キュッチンタナムラユが独立し、トゥンクアブドゥルラーマンが首相に就任する。その後の1959年6月にシンガポールは、イギリスの自治領、 ステートオブシンガポールとなり、1963年にマラヤ連邦、ボルネオ島のサバサラ枠領州と共に、マレーシア連邦、マレーシアを結成する。しかし、マレー人優遇政策を取ろうとする、マレーシア中央政府とイギリス植民地時代に流入した歌人が、人口の大半を占め、マレー人と家人の平等政策を進めようとする。 シンガポール人民行動と AP の間で圧力が激化。1964年7月21日には憲法で保障されているマレー系住民への優遇政策を求めるマレー系のデモ隊と中国系住民が衝突し、が発生、死傷者が生じる。さらに、1963年の選挙において、 マレーシア政府与党の統一マレー国民組織のとシンガポールの人民行動党 PAP の間で相互の地盤を奪い合う選挙戦が展開されていたことにより関係が悪化してしまう。ラーマン首相は両者の融和は不可能と判断し、ラーマンと PAP のリーク・アン・ユー、利ヨ用の両首脳の合意の上、1965年8月9日に マレーシア連邦から追放される形で、都国家として分離独立した。独立を国民に伝えるテレビ演説で、リーク・アンユーは涙を流した。昨今のシンガポールは IT を利用した知識集約国家の道を追求しているが、一党独裁体制下の言論弾圧、管理社会、厳罰主義のストレス、女性の高学歴化、晩婚化からの嘲笑主化など、抱えている問題も、 少なくない。ハンマレー、イコールハンイスラム的思考を持つとして、投票ではパキスタンに反対はされたものの、イギリス連邦のメンバーとなっている。2015年3月17日、肺炎のため入院したが、3月23日未明、シンガポール総合病院で死去。91歳。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。